が、ライプツィヒ の近いところにあって行きましたけど、あ、こういうところで座ってんだなということを感じ、やっぱりボクシングの息子なんですよ、うん、まあ、すごいね、すごいね、すごいね、恨んでるね、恨んでる、うん、そのさっきの母親が話があったけど、なんでこの俺なのとか言うか、うん、なんでこの俺なのね、なんで、いや、この俺はどうなったのとか言う、うん、うん、親に文句言ってる、してる、うん、え、何の話、いやいや、なんでそれが言いたいわ、いやいや、もうちょっと言うと、うん、いいですか、あの、例えばあの、まあ今日は俺の話とこのシングラリティの問題が、あの、どっかでシンクロしているという夜なんですけど、あの、まあ、例えばほら、あの、自己認識ですかね、自分はあの何なのか問題で、あの、そこで、あの、ナイーブな、あの、文学少年とかね、そういう、あの、いじめられっ子とかね、あの、そういうのが、まあ、どこかで、あの、自分は特別であると、まあ、それは、あの、今の議論の中では、探究の議論の中では、あの、特殊っていうことに入るということですね。そうですね。で、そこでじゃあ、その、いわゆる、あの、この俺というこの、あの、単独性の手の飛躍っていうのはあり得るわけですか。そう、ね、ちょっと待ってね、読まなかったんですけど、こういうこと書いてるんですよ。冒頭に、私は哲学的言説においてはこの私が抜けていると感じてきたと述べた、うん、で、それに付け加えて言えば、私は文学にはそれがあり得るという錯覚を長く抱いてきたのかそういうことですね。そうですね。だから、文学はこのもの、私はこのものに固執しているのではないかと。しかし、文学がこの私はこのものを目指すようになったのは近代小説においてに過ぎないのであって、それは文学の本性とは無縁である。はい、というのが正しい。はい。事件。これはちょっと朝の商品から後で、カラダヤさんとお話してたらこの話になりましたよね。それで、あの、要するにこの私っていうのに固執している文学はもう役割、意味を終えたという意味で近代文学はもう終わっているというようなことをおっしゃってましたよね。いや、違います。そこがまた裏があるね今そうなんだけど、文学はこうだということで、やっていて、やがてまた、あの、文学離れていくじゃないですか。だからそれは、あの、本当の接近とは違うと思うんですけど、でさっき言ったの、島田君が言ったの、なんか最近、子供の霊を払ったでしょ、なんか若い人が、違わなかったっけ、自分は特殊だとか、ああ、はいはい、うん、でそうしたら大体どこに行くかって文学に行くじゃないですか。そうですね、ね、うん、文学迷惑文学ってあの、かもだけど、あの、一方では、はい、ですが、やっぱり文学にとっては迷惑だから、それは、あの、こうやったらもうその問題から超えられたとかそういうことはないんですよ、うん、そうと、徹底にうまく付き合う必要があるということですいつまでたってもこういうことやってるのはなぜだろうと思う。で、まあ、僕は今さっき言ったように、これ書いたの32、3年前ですよ。それで俺は今書いてるように聞いてるじゃない。そうですね、そうなんだよ今書いてるんだよ。だから、あの、彼に読んでもらったんだよ、俺で。で、僕もこの30年間こんなことずっと考えてるんじゃないのよでも、なんか昨日書いたような気がするんだよ。わかります？変でしょ。そのものは卒業したというふうに全然思ってないよ。しかし、この問題が、
あの残るっていうのは三十何年ぐらいではダメなんですよ。そうですね。いやまあだからあの、まあ、私の探求っていうことは、うん、まあ批評のテーマだったし、文芸批評がまだ成立してた時代はね、うん、だけどあの、まあ、文芸批評があんまりうるさいことは言わなくなったので、逆に昨今、うん、また再びこの私問題にかまける、うん、まあ、それぞれの、 あの時代の世相に合わせた、うん、この特殊な、まあ所詮特殊で止まるんですけど、うん、あの私の追求こそが文学である的なね、うん、まあ、結局いつもその私小説的なあの領域認識のところにまた戻ってきて、ああでもないこうでもないとやっていれば文学は延命するというような、うん、まあ、そういうあのことはなんか繰り返されてるような気はするし、うん、しかしあのじゃあ逆に文学プロパーが、うん、でそれをやめたらどうするのかっていう問題は確かにあります。じゃあ市場として、うん、あの終わるものをあの当事者たちがあのやって良いのかという問題はあるが、しかしあの何人かをやってるとは思うんですね。でそれがね、あの他のあのまだ私にこだわってるあの人たちからすれば大変迷惑な話なので、うん、それはちょっとおやめいただきたいみたいなね、そういう圧力を感じません？星野さん。いや、最初からそういうものだ、そういう圧力があるっていうのを前提としてスタートしてますね。まあそうだよね、基本的にはね、まあだから逆に自分の存在理由はあるだろうと思って書いてました。いやまあだからあの芥川賞とかやってるとね、うん、やっぱりみんなそこ帰ってくる感じがあって、そうですね、まあだからいくつもあの取り替え可能な特殊な私を書いたものは、うん、まああのテーマが変わればなんとなく違って見えるので、あのそれが順繰りにあのその折々の季節ごとの、うん、あの文学のまあとりあえず注目ポイントに指摘されてるだけで、ね、業界は動いてるなということをね。いや別にあのやめませんよ、選考委員。まあでもまあそういうようなこともありつつ、もう一度じゃあその冒頭の部分に戻りますけど、うん、その哲学をやるときにその私というあのスタンスの欠如に違和感を感じているっていうところが今日読み始めましたよね、うん、いやまあその哲学では私というのを、まあこの私は少しも言ってな、うん、実存だからとかいう、うん、それで誰にも通じることとして言ってる、うん、だからこの私を哲学にはないなというのを感じてた、うん、はい、ですが、さっき読み上げたのは、文学があると思ったのも間違いだと。文学も逃げてたの。逃げている。しかし、そのことを自覚できることができる。はい、いや、まあ、でも、まあ、まあ、それで、うん、それをあの受けてですね、うん、まあ、例えば、まあ、近代科学っていうものの成立自体が、うん、そういう私っていう曖昧なものの探求自体をやめとくから出発してるでしょ、うん、ある意味そういう意味ではその全部要素を還元できるっていうか、いや、そういうものに分からない、どうせ分からないことは追求してもしょうがないのだっていう出発点があったかと思うんですね、うん、いやまあそうだけど、例えばデカルトを見てください、ええ、やっぱりあの、うん、そこからかあの近代科学がありますよ、考え方として、うん、まあ、もっと言えばスピノザだと思いますけど、ね、じゃあ、まあ、デカルトから始まってるじゃないですか、そうするとデカルト何やった人なの、私はあるかということを、うん、そうです ね、はい、苦労したげく、まあ、あるという証明を一生懸命やるわけです、でもそのおかげで、ある意味人文科学っていうのは延命したというか、でそれは僕は偽の私であったと、うん、それはね、だからそれはあの、まあ、みんなデカルト批判なんですよ、そういう意味では、はい、でまあ、そ の, あのシンギュラリティ問題を
言うと、うんうん、ある意味今はあの議論する、するべき時代に入ってきて。